今日は東海村観光協会大空マルシェ実行委員長の川崎さんと広報担当の松弘さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。お世話になります。今年開催される大空マルシェ、はい、いつ開催なんでしょう。今年はですね、10月の12日に開催する予定になっております。はい、ちょうど秋空の下の大空マルシェなんですね。そうですね、大空というのは秋空も大変必要な部分なんですが、はい、大空の台というのはこの奥に大神宮という神社があるんです、それと国蔵村、ここは国蔵村と言われてるんですが、はい、国蔵村の空、空、この2文字を取って大空、その下に市場という文字のマルシェ、これが大空マルシェの、まあ、言われというか去年初めてなんですが今年で2回目を迎えます。はい、はい、じゃあこちらの大神宮の大と、はい、それから国蔵さんの空の文字を取って大空だったんですね。なるほど、はい、なんかナイスネーミングですね、はい、ありがとうございます。ということは、はい、どちらも使って、はいはいね、マルシェを開催、はい、このエリア一帯を、はい、お借りいたしましてイベントを開催する予定になっております。あの松井さん、今実行委員長の方から、はい、今年で2回目っていうお話だったんですけれども、去年はどんな感じでした？はい、告知をそれほどしてなかったんですけれども、はい、口コミでハンドメイドクラフトに興味のある方や、まあ、こちらの歴史的趣深い寺社境内でマルシェが開かれるということで、はい、だいたい1万人ぐらいの、はい、1万人来てくださいました。へえ、すごい人数ですね。1万人、じゃあもうここの境内から溢れちゃうぐらいの。そうですね、はい、そうですか。去年の例えば目玉としましてはどんなものがあったんですか？去年はですね、一つバードというグループの国蔵村の前でステージをし、はい、にしまして、一つのコンサートをしました、はい、それとクラフト一の鳥居という大神宮には鳥居が2つあるんですが、はい、鳥居の参道にクラフト系のお店が約30店舗ですか、はい、で大神宮の奥の駐車場、ここはフードコートブースになりまして、飲食ブースとしてやはりこれも30店舗近く去年も出させていただいて、その奥に大神宮の境内の中ではいろんなパフォーマンスをしていただいた、まあ、形で去年は開催させていただきました。へえ、はい、じゃあもう芸術の秋で皆さんがクラフト、 そうですね、そして食欲の秋も両方堪能できる、はい、そんなマルシェだったんですね、はい、素晴らしいありがとうございます。そして今年はさらにパワーアップを、はいはい、まあ、去年、まあ、たくさん来ていただいたんですけれども、はい、来年もぜひ企画してくださいということで、今年はまた新たな試みというか、うん、この大空の下で、はい、スポーツ大好きな人も体感できる、うん、ヒーリングスポットでのヨガ、うん、大空ヨガも開催されますし、あとは後ろの方に三重の塔が見れるんですけど、はい、そちらの特別会長もございます、なんか皆さん身近な、例えば七五三とか十三参りとかで身近なこちら、ね、村松さんの国蔵さんなんですけれども、 そうですね、はい、その三重の塔って見ることってなかなかないですよね。そうですね、これ50年とか言われてますね、はい、ですからなかなかこの住職さんにこの日のために、うん、開けていただけるという、本当に私も見たことないんですが、ぜひ楽しみに来ていただきたいと思います。ありがたいですね、はい、その他には今年もやっぱりクラフトとか、あと食べ物のブースとか、はいはい、今年は出店者数はだいたい80店舗、はい、参加します。あ、素晴らしい、ポスターもありますね、はい、今年のポスターなんですが、はい、なんかすごい、なんかちょっとレトロチック で、ね、こう、はい、粋ですね、はい、ハンドメイドクラフトの他に、あとワークショップ、はい、あとフードコート、あとアコースティックライブもございまして、はい、こちらの国蔵堂の中で、バンドが2つ参加するんですけども、今年は花風月さんという、和風音楽ユニットの方で、水戸出身のボーカリストなんですけれども、はい、そちらの方が、こちらで演奏します。あともう一つ、東京ナンバーワンソウルセットというグループも参加します。へ、この本堂の中でですか、はい、すごい、そうですね、へ、
当に和の趣を醸し出す音楽ユニットなので、はい、とても本当にこの雰囲気に合った音楽を聴けると思うんですけども本当ですね。あと、まあ、ぜひ小さなお子様には、はい、体験していただきたいんですけども、手があったアートというのがございまして、手形アート、はい、はい、初夏の国内外で活躍されている川又南岳先生という方のご協力をいただきまして、その先生に書で絵を描いていただき、はい、それに子どもたちの手形で、ね、はい、ペタンペタンとこうもみじのように、はい、描いていただいて、でそちらを記念にまた、お正月にはがきで戻ってくるというような、そういうのもやってます。企画もしております、はい、素敵ですね。なんか紅葉のもみじも素敵ですけれども、その手形のもみじっていうのもすごい楽しみですね、はい、その他なんか松弘さんぜひこれは見てくださいっていうようなイベントってありますか？そうですね、まあ、本当に盛りだくさんなんですけれども、うん、あとはお寺の中で、はい、本当にこうもう心を浄化させるっていうような思いで写経も、うん、そうですね、はい、できます。1日3回行われるので、写経500円で要予約なんですけれども、御朱印も最後にいただけますので、ぜひなかなかない機会ですので、はい、本格的ですね。実行委員長は男性としまして、はいはい、どんなところが楽しみですか？そうですね、やはり食べ物をいっぱい用意しておりますので、フードコートに来て、はい、飲んで食べて、楽しいお祭りを皆さんと共に盛り上げていきたいと思いますので、ぜひ来ていただきたいと思います。やはり男性のお客様とかご家族連れとかも多いんですか？子供からやっぱり大人まで楽しめる、はい、本当にじいちゃんばあちゃんまで来て、この財産、東海村の財産であるこの観光資源のところに来て、こういうところに東海村もまだあったんだという再認識していただけるようなところでイベントをやりますので、ぜひ家族揃って来ていただければと思います。駐車場も約700台ぐらい駐車場を用意しております、はい、で東海駅まで電車で来ていただきますと、バスシャトルバスというのを15分間隔ぐらいで、一応国道その前まで、直送で来る予定でおりますので、それをご利用、交通機関として利用していただければ便利に、簡単に来られるかなと思いますので。じゃあ皆さんも結構集まりやすいですよね。そうですね、はい、そうですか、はい、ちょっと気になっているんですけれども、はい、やはりこちらは十三参りとか七五三とか ね、とっても有名なんですが、はい、10月っていうと七五三の方も多いんですか？七五三のちょうど出始めの感じがしますね。はい、まあ七五三で着物着て、はい、来る方も中にはいらっしゃいます、はい、そうですか、はい、楽しみですね。松井戸さん、当日どんなことなさってるんですか？はい、当日は初夏の川又南岳先生のアートパフォーマンス、はい、すごいこう大きい書を書くんですけれども、はい、そちらの司会と、あとは当日 の各店舗の案内をさせていただきます。皆さんぜひ綺麗な松弘さんがこちらご案内してくださるということなので、10月12日ここ東海村遊びにいらしてみてはいかがでしょうか。さあ、それでは最後にアピールをお願いいたします。東海道名所である大神宮、そして国造村のエリアで大空マルシェという企画をしますので、ぜひ皆さん10月12日は東海村に遊びに来てください。お願いします。お待ちしてます。皆さんぜひ大空マルシェいらしてくださいね。